題のことを教えてくれる人周りにいっぱいいるんですよ。例えばヒロキングとか、だからもう土台だらけ俺の周り。あとはアキコさんとかイチカとかハルヒトとか、ものによってモリシもそうかもしれないし、あモニカもそうかもしれないし、ジンもそうかもだから、学ぶのは自分より上の人、上っていうか社会的にね、年齢とか経験値とか業績が上の人とは限らないので、うちの社員から学ぶの多いね、うん、で総合力が俺が高いだけで、なんか部分的には全然負けてるのいっぱいあるんだよね。例えばヒロキングのあの不動心とかも俺一生追いつけないなと思うもんね。ヒロキングが慌ててるの見たことある人いる？ないよね。何があっても慌てないんだよ。あいつ多分地震が起きても、ああ揺れてますねってあいつね、起きてる物事を変えようとしないんですよ。起きてる物事をただ見てできることをやるだけなんで。あの YouTube で一時期なんか結構有名になったエピソードだけど、昔私は自分の仕事が大好き大賞っていうイベントを僕やってて、会社が潰れるぐらいに結構でかいイベントだったんですけど、パシーコ横浜でやるぞつって、あれ5000人のホールだからね、あでももうシャンをかけてやるようなイベントで、で集客力ないから、その前のイベントだって400人しか集められたのに5000人借りちゃったからだからもう俺はさ、もう1年前からやるぞ、集客だ、毎日集客だ、集客しない日なんかないと、うん、もうなんか酸素を吸って集客を吐くのだみたいなのがおかしくなってるわけで、ヒロキングって吐いて、チラシを発注しろ、はい、何枚ですかとかって、3万枚だとか言って配るあてもないのに、うん、もう興奮しちゃってるからさ、で はいとか言って、こんなんでいいですかとかって、あいいんじゃないかとか言って、でその年のイベントが11月の18日とかだったんですよ確か、まあ、ちょっと違うかもしれないけど11月18日のイベントだったんですよ。で3万枚のチラシが事務所に来たの、ダーンって。3万枚盛りすぎたかな、1万枚かも、いや違うな、5000人2万枚ぐらい、まあいやそれはどうでもいいな、2万枚にしとこう、ちょっと記憶が曖昧だから。で2万枚のチラシが事務所にドーンって来たわけ、よっしゃ配るぞっつって、で刀振ってバー開けてバー見て、よーいいじゃんヒロキング、はい、10月18って書いてある、どうすんだよお前これってなったわけ俺。もう興奮しちゃってるから。でヒロキングは、うん、はあ、あ本当だ、いや本当だじゃねえよどうすんだよこれって、あ発注します、いやさ発注はするよ、発注はするよ、配んなきゃいけない、これ配れないから発注するけど、この2万枚のチラシどうすんだよって言ったの。だヒロキングは、あ捨てますそれで気がついたのよ、ヒロキングの方がちゃんと効果的に生きてる。俺の言ってることって全部意味ないのよ。何も解決してなくない俺。ヒロキングは日にちが違うぞ、どういうことだとか言って、ヒロキングはあ本当に違うって言ったんですよ。いやそうじゃなくてどうすんだよって言ったんですよ。いや発注します、11月18日にして、いやそうじゃなくてこれは捨てます、わかります、効果的なことは全部ヒロキングが言って、俺一個も言ってないんですよ。何の解決もしようとしてないんですよ俺。ヒロキングは解決方法しか言ってないんですよ。どっちがレベル高いですかこれ。ヒロキングですよね。そっから学ぶんですよ、あ俺これ持ってないって。ちゃんと起きた事実をそのまんま受け止めて、それに対する解決策をやればこんなにざわざわしてイライラしなくて済むんだって。同じことが起きてるのに僕は怒り狂ってるんですよ。損したお前のせいだとか言ってるんですよ。攻め心ともう不幸感しかないんですよ。ヒロキング一個もないです。あ本当だ、発注します、捨てます。どっちの生き方の方がレベル高いか、そういうのを学んでいくんですよ。だから師匠だらけなんですよ。たまたまビジネス力とかトーク力みたいなのが僕は優れていた。ヒロキングはもうマイク持たせたら何言ってるか全然わかんないからね。びっくりするよ。あれもう障害だよな、明らかにな。ヒロキングの言語を、何や、音声にできないの。文章とかめっちゃ書けるけど。もうすごいよ。なんか、
単語が喋れないんでないしな。いや本当だ。あ、あの、あ、はい、あのこれあの OS1 あ、ね、カモさんね、あ、今日持ってきたみたいです。だから急にベロッと喋ったと思う。さっきの間な、まあ、何だったんって。いや、あれ障害ですね。うん、でも全然 OK です。不動心は僕より全然上なんで、ああいうのがナンバー2にいるとね、何でもできますね。僕のパフォーマンスが上がります。彼はなくてはならない存在ですね。僕不動心に弱いんですよ。もういつもわーうーいーとか言ってるんですよ。なんとかわかります。嬉しいとわー喜んで、悔しいとなんでだよーってなって、悲しいとうーとかなって、いやこれを逆境にとか言っていつもこううわ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 してるんですよ。まあそれで楽しいんだけど、ヒロキング言っちゃいますよ。ヒロキングなんだよって、俺がこんなになんか悲しんでるのにお前なんとも思わないのか、あ、なんか泣いてるなと思って少しでも取り入れたいなと思って、それが師匠だったり、あとはまあボニカとかね。俺はサービス業が大好きだからね、一昨日かなんかのボイシーでもさ、なんか1階のレジ行ったら2階行け、2階のレジが1階行けとか言ってさ、もうさ叫んなよってなっちゃうんですよ。でもボニカとか違いますよ。社員ミーティングが終わって、なんかあの俺が腹減ったとか言ったら、ランチ行こうランチ行こうとかなっちゃうんですよ。うん、ランチ行く人とか言って、ほんで 1,2,3,4,5,6 はいとか言って予約してくれて、で向かいのお蕎麦屋さんとか、あのでっかい5皿超えて お蕎麦屋さんとかに行くときに俺と一緒にエレベーター乗ってきて、うんとか言って、うん、で何とか言って、いやランチとか言って、いやランチ分かってるよと、俺なんか早く飯食って次の仕事のこと考えてるんですけど、もうランチが楽しいんですよ。で横断歩道を渡ってるところで急にはーとか言うんですよ。いや何よ、いやなんか幸せが溢れてきてすごい。お蕎麦屋さん行ってもさ、うわー何する何しようか、何するのとかってみんなに言ってるよ。他人のメニューどう、他のやつのメニューなんか関係なくない。え、だって何頼むか楽しみじゃないですか。人が何注文するか楽しいって言うんだよ。おい、ないもん。俺とかもうね、もう瞬時に判断みたいな、迷ったら負けみたいな人間だから、すいませんこれ、あ、ちょっと待って、あ、こっちにしようかな、もう後悔してるもんね、あ、俺言い換えてしまったとか言って自分を責め始めるわけで、モニカ違うもん、あ、どうしようかな、これもいいな、これもいいなとかで、ね、何すんのとか言って、あ、じゃあ私はこっちにして後でちょっと交換しようとか言ってるわけで、注文したと、まあ楽しみ、美味しそうとか言ってんだよ。ほんで他の人のメニューが先に来たりして、うわ美味しそうとか言ってた、したらもうねプレッシャーに耐えかねてさ、あ、じゃあこれ食べるとかでわーいとかで食べてんだよ。人のもん食うんだあいつ師匠だよね。今ここにあるものを幸せに感じる。俺ないですよ。俺すぐ次、今今日午後はこれやって、あれやって、これやって、あ、これもやってなかった、これ確認して、あとあの人にメール打ってとか言って、あ、サロン記事書いてとか言って、あ、ボイシーのネタ考えてとか言って、もう次のことばっかり、あ、2年後武道館、2年後武道館のずっと言ってるわけよもう今を楽しんでない。あ、ボニカは今を楽しむ幸せ増幅マシンです。うん、それは俺にないから、あ、でもこれはちょっと取り入れていかないと、俺仕事できなくなる体、要は年取って70とか80になった時に俺廃人になるなと思って、今の生き方だと体が動かないではこれも楽しいじゃん、次のことって、もう体が動かなくなったらボニカに切り替えていかないとさ、ボニカ頭に行かないと多分廃人になっちゃうから、ちょっと考えなきゃなと思って、やっぱ師匠だなと思うようにしたいとかっていう風に、あの自分の学び力が高まるともう先生だらけになっちゃうから。でもちろんお金を払って勉強するものもありますよ。有料のニュースサイトを読んだり、まあ本も今でも年間800冊は読むから、120〜130万円はビジネス書を買います。うん、たまに、あ、今日時間が余裕あるなと言って、あの池袋のジュンク堂に行ってもうボワーですよ。10冊とか20冊俺買ってくるんで、で1日で読めるなんてせいぜい10冊ぐらいが限界なんだけど、でボワーっと読んだりとかしてます。でだからそういうふうにお金をかける勉強もあるんだけど、もう日常の学び力が高まると日常の中でもう勉強の素材ばっかりになってくるので、どんどんインプット量も増えちゃうんですよ。というかインプット量が減ったら毎日ボイシー喋って毎日オンラインサロン記事書ける？書けないよね。それ2つコンテンツを生み出して考えると、それだけで700よ。それ以外に講演会とか講座とかで喋ってんだよ俺。やばない？
年間1000個ぐらいコンテンツ生んでるんですよ。わかります？これ食べないと、うんこはね、うんこって例えちゃダメよ、コンテンツを。もう循環に循環なので。だから、そういう必然性、アウトプットが価値なので、僕の場合。だから、インプットっていうのはすごい必要なので、師匠が増えるっていうのはあるかも。師匠がいるじゃなくて、みんなの前にも師匠いるんだけど、僕に比べるとアウトプットが少ないじゃん。だから師匠にしなくても生きていけるんですよ、みんなは。別に普通にお友達とか社員とか思ってても生きていけるじゃん。俺生きていけないのよ。だって、セミナーやってる回数が多いから、セミナー受けに行く暇ないじゃん。セミナー以外でインプットしなきゃいけないから。っていう風に。だから最初の頃はお金をかけてインプットが変えたから楽だった。今もうお金かけても買えないのよ。お金で買えなくなってくるの、学びを。レベルが上がると、レベルが低い間は払えば学べんだよ。でもレベルが高まってくると今度はお金払ったぐらいじゃ学べなくなるから、逆に無料に向かうの。これ面白いね、今喋りながら思ったけど、うん、すごくレベルが低い人ってまず無料でなんか情報を得ようとして YouTube 見ただけでなんとかねしようとかするけど、ならないじゃん。でそれに気がついた中級レベルの あなた方はお金で情報を買うじゃん。これ中級レベルで、その上級レベルはもうお金じゃもう買えなくなってくるのよ。うん。大変だね、こっちの人の方がね。でもその時に必要なのは感度。自分より未熟だと社会的に言われてる人からどんだけ学べるか。っていう風に切り替わっていければ、生涯学び続けられる自分が作れるっていう風に今のところ思ってます。答えになりましたか？はい、ありがとうございます。はい、頑張ってください。せーの、いいね。YouTube を見ていただいてありがとうございます。この YouTube 以外でも良い情報をどんどん届けようということで、Voicy という音声配信プラットフォーム、こちら無料です。こちらで毎朝7時から情報を発信しています。朝から元気になる、そんな情報をお届けしていますので、ぜひ Voicy もチェックしてみてください。いいね、いいね、いってらっしゃい。いいね、いいね、いってらっしゃい。Shine.